たか。まずは女王陛下にご挨拶を。女王陛下とエスプロジェンのために。見習い騎士団の皆様、ベルティ教団の大司教クロエと申します。カルシオンは見つかったか。カルリツ、ごめん。逃がしてしまいました。申し訳ございません。そうか、わかった。あら、何かあったのですね。教団には関係ないことです。そんなに警戒することありませんのに悲しいですわ。教団も王国のためにと最善を尽くしているだけですのに。皆様も崇高な女神様の使徒、共に王国の安寧を守ろうではありませんか。さて、私はこれにて騎士団の皆様に祝福を。お前らには別に話したいことがある。そうでしたか。結局カルシオンは逃げてしまったのですね。お役に立てず申し訳ありません。いや、そんなに落ち込むことはない。奴はグランナイツ時代から動向が読めないと有名だった。でも何度も捕まえられるチャンスはあった。それを目の前でミスミス逃してしまったんだ。ラス、落ち込むことはありません。あなた方は見習い騎士団です。それがあのグランナイツを追い詰めたのですから。しかし、セリアードさん、ブローチを取り戻せず申し訳ありません。いえ、かえって私のせいでご迷惑をおかけしているんです。記憶もない私なんかのために皆さんは本当に一生懸命。その件に関してですが、一旦王国の保護を受けるのはいかがでしょう。王国のですか。ええ、九段のブローチにはおそらく何かがあります。現にカルシオンが騒ぎを起こしてでも奪う代物です。王国はブローチ所有主であるあなたを特別な方と判断いたしました。ぜひ保護させていただきたいのです。私もセリアードと一緒にいい？もちろんですよ。セリアード、どうかな。私はいい提案だと思うけど。いいえ、お断りさせていただきます。どうしてでしょう。何か私の方で失礼なことを申し上げたでしょうか。そういうわけではありません。私なんかには過ぎた扱いです。ましてやブローチも手元にないのに甘えるわけには。セリアード、じゃあこれはどうかな。俺たちの騎士団に入って一緒に任務に就こう。私が騎士団に？そう、俺たちにはセリアードの力が必要だ。それに一緒ならセリアードを守りやすくもなる。でも私なんかにできることはあるのかな。王国にとって使用足りえる、と言われたこと覚えてる？君は国の英雄、そして要である総長に期待されているんだ。そうだといいのだけれど。俺もセリアードの力を信じる。それに騎士の素質もあるよ。困ってる人を見過ごせないところ、勇気もあるところとか。騎士団のリーダーとして正式に提案しよう。セリアード、うちの騎士団に入ってくれ。私でよければ。皆さん、これからよろしくお願いいたします。セリアードさんの入団を認めましょう。ぜひ行動を共に。ラス、成長しましたね。総長、ご認可いただきありがとうございます。一人前の騎士団を目指し全員で邁進いたします。成長を楽しみにしています。さて早速ですが、皆様には次の任務を与えます。カルリッツ。ああ、みんなこっちだ。改めて騎士団入団を歓迎する。今さらかもしれんが、こいつらと仲良くしてやってくれ。こちらこそよろしくお願いします。ところでカルリッツ、次の任務は？次の任務はある人の捜索だ。セリアードのブローチについて見解を聞きたくてな。前回の任務は失敗したとはいえ、お前らが深く関わった。見習いではあるが、引き続き
お前らに任せるのがいいと判断した。ありがとうございます。どなたを探せばいいのでしょうか。ベル教授、つまりは学者だ。先日まで研究室にいたそうだが、ある日忽然と消えたらしい。彼もまた学者特有の研究にのめり込む癖があったのだろう。どこに行ったか皆目見当もつかんが、研究室に連れ帰ってくれ。わかりました。あともう一つ、最近強力なモンスターが王国周辺に出現しているのは知ってるな。放っておけば民の脅威になることは目に見えている。王国軍騎士団全員にモンスター討伐を命じるつもりだ。お前たちも任務の遂行時、適宜モンスターの討伐も頼む。ああ、任せてくれ。それとラス、一つ聞いておきたいことがある。どうしたの？カルシオンから何か言われなかったか？カルシオンに？いや、特には。ひよこだかひよっこだか言われ続けたくらいかな。まあ、あいつらしいな。すまん、もう一つだ。カルシオンの近くに黒い鎧を着た銀髪の騎士はいなかったか？近くにはいなかったよ。おそらくだけど、そんなに目立つ人がいたらすぐ気づいたと思う。そうか、わかった。さあ、もう行っていいぞ。あまり無理はするなよ。うん、大丈夫だよ。ありがとう、行ってくれ。討伐戦に参加してみんなが安心して暮らせるようにしないと。討伐戦、またウガル？あいつ見て、戦利品としてあてー、王国軍からいい情報が届いてるね。推奨戦闘力でどのくらいウガルーが強いか予測できそうね。ふむふむ、これがウガ、今確認した能力に。あと、とても防具も手に入るし、みんなの。俺たちの勝利だ。ま、こんなものかな。